お疲れ様です。はあ、今日木曜日。今日9時34分、家に到着しました。頭を切って、それを食べてみたいと思います。なんか最近、マックが食べたくて食べたくて、今日マックを買ったんですけど、わあ、雨やばいな。来るとき、ケチャップも買ってきました。これで終わりじゃないです。フルタク僕ね、なんか久しぶりに辛いものを食べてみようかなと思って、これを買ってみました。キッチンが本当に狭いなので、注意ができないんですけど。待ちます。プルダック僕麺は韓国式の辛い焼きそば、辛い麺、辛い焼き。ごめんなさいです。今年の目標って日本に住むことなんですけど、この目標ができたら頑張って仕事して貯金して引っ越ししたいです。引っ越ししたら、テレレンテンテン。コキング動画もちゃんと撮ったり。そうしますね。これを入れます。ちゃんと見せながらちょっと動画撮りたいんですけど、ここではできないので。しかし本当に前の家と比べたらこの家は天国です。しかしやっぱ人って怖い動物ですよね。だんだん今もいいのにいいことを望んだり、人間は怖い、私みたいに怖い動物。ここに先買ってきたこれを入れます。これ絶対今の私には辛いと思ってチーズも買ってきました。いただきます。うわー、辛さが。じゃあ、あとポテト。なんかマックで注文するたびに思ってることがあるんですけど、L サイズと普通のサイズあんま量が変わらない。私だけ？あと私、いつもマックはスパチキ食べるけど、今日は特別にビッグマックです。なんか綺麗。韓国にはスパチキがないから、いつもビッグマック食べたんですけど、ビッグマックこうやって綺麗なの？これ本当に、まあ嘘じゃなくて本当にびっくり。なんだ？あとお腹すくかもしれないから、ツナマヨも。韓国あるある。日本もこうしますか？こうして、ここにケチャップ。これ、韓国だっけ？食べる前にサムネですね。サムネ？あ、しかし本当に綺麗だな、これ。いただきます。美味しい。なんか、これ2巻の文化の違いっていうか、なんて言えばいいか。韓国でハンバーガー買うとき、ケチャップをくれないと怒る人がいます。なんでケチャップくれないですかとか、ケチャップください。店員さんは、あ、忘れました。本当にごめんなさいですって言います。多分日本だったら全然ありえないことですよね。なんか、私今、日本の文化に本当に慣れているけど、マック食べるとき、トマトケチャップ。この文化はまた慣れないです。ポテト食べるとき、ケチャップがなかったら全然食べれない人です。木からずっと言ってるけど、本当に綺麗。なんかおもちゃのハンバーガーみたい。なんでこんなに綺麗なの？個人的に私日本に来て、テリヤキバーガーか、パーチキが一番美味しいです。いやーもう、これ食べたくない。辛そう。いやー、韓国では私、よく辛いもの食べたんでしょ？嬉しい。怖っ。やばっ。わ、辛っ。これ YouTuber の演技じゃなくて、本当に辛い。わ、やばっ。わあ、今の私に無理かも。本当に昔から僕のチャンネルを見てくださった方は分かるんだと思うけど、韓国でプルダック僕麺いつも食べたんでしょ。ああ、今もう無理だな。わあ、もう辛いもの私に無理か。わあ、美味しいのは正直マックよりモスバーガーなんですけど、はい。初めて食べたんですけど、すごく美味しかったです。韓国でこれ毎日食べた3分、すごかったね、本当に。どうやって毎日食べたの？こんな辛いもの。辛いから？ハンバーガーいとおち。食べても辛い。もう日本中か。中油合ってますか？中油？雨、あんまり好きじゃないんですけど、雨降らないと農業している方大変でしょ？ああ、ちょっとお腹痛いな。これ私だけですか？マックあるある。食べるとき野菜もちゃんと綺麗に食べたいけど、こうになります。野菜大嫌いなんですけど、このキャベツは好きだけどね。ちゃんと料理して食べようと思っても、人みたいに仕事がある日は。じゃあ、今日もごちそうさまでした。ちゃんと食べましたよ。これは明日の朝ごはん。ちゃんと食べましたよ。